どうも首脳陣小島ジックというわけでございまして、今回は神奈川県川崎市にあります川崎中原ハウジングギャラリーにやってきております。さあ、これからですね、大人気インテリアコーディネーターのまこさんと最新の収納とインテリアご紹介したいと思います。それでは小島ジックチャンネルスタートです。それでは檜屋住宅さんへ行ってみましょう。はい、行ってみましょう。こちらですかね。はい、はい、失礼します。失礼します。いきなり玄関収納が来ましたね。どうですか。いや、こういうね、玄関収納すごくありがたい、はい、こちらが通常お家入ってこられてお客様も通るところなので、はい、玄関はいつもすっきりで、家族はこちらの方の収納スペースを使っていただくという作りなので、ごちゃごちゃしたものはこちらに置いてもらってっていうのはね、すごくいいですよね。こちらも来ましたね。見て見て、ここブティッククローゼットね。わあ、ちゃんとこう見て、もうこれこういうことね、もうブティックですもんね。すごいね、こういうのよ。いいですよね、こういうファミリークローゼットが備えられてるっていうのが。そうですね、こちらもそうですよね、奥も奥もそうです。うわ、すごい、はい、見てこのもう言ったら見せる収納ですよね。本当です。こういう風な、こういうクローゼットいいですよね。こういう風な感じのね、ちょっとこう隠したいときは、はい、扉をね、こういう風に閉めていただけばいいわけですから。はい、いい。動線が考えられてて、はい、こっちに行きますと寝室になってるから、はい、まあ、服ね、着替えてもらってすぐにお休みになることもできるし、はい、起きた時はすぐに着替えて出かけることもできるという。そうなんです。こういうふうに天井にウッド柄の壁紙を持ってくるっていうのもすごくいいですよね。そうなんです。あの、ここのお部屋がもうサウナ好きな小島ジックにとってはもう夢のような空間ですよ。素敵ですね。これ見て、ここにさ、もう個人用のサウナがついてるのよ、こうやって。本当にね、ここサウナ入ってすぐにここ水風呂ですよ。水風呂入ってもらってみて、このすぐ外でここでね、言ったら整うことができるという、もうサウナ好きからしたらもうこの3点セットってもう夢のまた夢ですから、こんなことも檜屋住宅さんにお願いすればできるということですね。はい、すごい。あ、ガラッと、また全然違う、違います、テイストだ。ちょっとキッチンなんかこうカフェみたいなこういうはい、ね、こうお料理する場所とこういうの洗い物する場所って分かれてるっていうのもいいですよね。いいですね。ちょっとここもね、ポイントなんです。マガジンラックとかもね、これオプションで付けられるようになってます。こんなとこええやんか。パッと料理本なんかをね置いとけるという。はい、このパントリーも気になりますね。絶対必要やから、これ絶空調だから、まあ、結構パントリーの湿度って、はい、な、食品を置くから気になりますけども、うんうん、心地いいですもんね。食品庫としてもすごくいいですよね。そうなんです。階によって雰囲気が違いますね。楽しい。あ、ここもかわいい、このスペース。ちょっと座ってみる。何こうやってちょっとさ、夫婦でさ、こうちょっとこうね、お話しする時間を作ってもいいでしょうし、ね、これ見て、もうまた俺名前がええわ。これぬくぬくぬく言いますね。ここの下よ、ここですね。こういうところにさ、収納スペースがあるんですよ。だからどうしてもリビングって子供がいるとね、こうおもちゃとか一軍のものがね、どうしてもこう溜まってくるんですよ、はい、だそういうのがちょっと収納できるところがあるとすごく嬉しいですもんね。じゃあ上に、ま、があるんですね。はい、まだ上があります。そう、3階。3階、わあ、素敵な空間やな。
が屋根裏部屋になるわけですもんね、はい、そうなんです。そう、屋根裏部屋っていうと、はい、まあ、ちょっと高さがあんまりなくて、どうしても物置スペースみたいな感じがありますけど、本当に居住スペースとして十分使えますもんね。十分使えるので、なんか急な来客とかにもこういうゲストルームとしてね、使うスペースがあると便利ですね。お客さんがちょっとこう泊まってもらうような、ね、スペースが全然こういいですもんね。ゲストルームとしても使っていただけますでしょうし、はい、ね、でまあ、子供部屋としてでもいいでしょうし、はい、使わへんくなったら、まあ、ちょっとね収納スペースに使うっていうのでもありでしょうしね、うん、そうですね。うわ、ちょっとまこちゃん、ちょっとここ見さして、これここ何、これランドリールーム洗濯します、で乾燥かけます、はい、でここで、ね、はい、アイロンかけてみたいなね、でここ干したりもできるし、はい、こんなんやっぱりいいよね。こういうお家が広かったら、こういうね、はい、ちょっと部屋を一個作るっていうのもいいじゃん。本当です ね。さあ、屋根裏で、なるほどなるほど、こういう感じ、あーなるほど、ね、なるほどなるほど、だこういう感じね、はい、これだと高さが140センチ以内だから床面積には入らないという、はい、まあ、こういう風な広い収納スペースを作ることもできると。そうですね、ね、だからこれ収納として使ってもらってもいいでしょうし、はい、例えばシアタールームとかね、まあ、そういう感じでね使ってもらってもいいでしょうしね、はい、こちらここがこういう構造だ。ちょっと僕見てもいい？ああ、なるほどなるほど、こういう感じだ。なるほど。だから屋根にあわわわわというのは吹きつけてる、これが断熱材、これがあるからこれだけ快適な空間になっていると、はい、暑い暑いってなるけど、ね、全然快適。ね、窓をつけることもできるっていうのもいいですよね。そうですね。片付けにお悩みの方はお試しパックがお得。それではアイコーム店さん行ってみましょう。行きましょう。楽しみですね。はい。失礼します。こんにちは。見てくださいこちら、はい、あいいですね。こういう風なシューズクロークがあって、はい、玄関に手洗い場があるのっていいですよね。便利ですよね。あ、お客さんも手ね、こうね、はい、洗面所に案内するとき、うん、洗面所がちょっと洗濯物で溢れてるっていうときとかあるじゃないですか。あります。まあ、こういうところだって、手洗ってくださいって言えますしね、はい、そうなんです。最近も必須ですもんね。はい、じゃあ中行ってみましょう、はい、こちらがリビングですね。リビングです。こういうさ、大きい窓も、はい、あれですよね。そうなんです。あ、で僕パッと目行ったのここやっぱりさ気になるのよ。開けたくなります。ちょっといい、開けても、はい、こっちから開けれるってことよね。ここは何、あ、収納になってるんですね。ねー、わー、いいなー。子供がちっちゃい頃はね、ちょっとこう遊ぶようなスペースにして、ね、で子供が大きくなったら、まあ、収納スペースとしてね、はい、使うこともできるから。でもこういう風なリビングって家族が一番集う場所だから、はい、そのすぐ近くにね収納スペースがあるっていうのはすごくね、物の出し入れでも便利ですもんね。キッチンいいね。キッチンも、広、ちょっと見てここも広いよ。広いですね。ね、ここれひょっとして、はい、ちょっと開けてみる。こっちからオープン。そう出てきた。そっか、こうやって全部が隠せるんだ。そうなんです。これは嬉しいな。普段はこういう風にしてさ、はい、まあ、冷蔵庫はよく使うやろうから、まあ、こういう風な感じにね、はい、しといてもええやろうし、で、まあ、家族だけの時はもうこうやってフルオープンに、ね、しとけばいいやろうし、はい、いいね。
せる収納。ちょっとね、またここも収納で。パントリーっぽくなってるのかな。はい。ああ、こういうスペースもあるんだね。そうなんです。で、ここが見えますか。ちょっと僕が入ろうかな。こういう感じでさ、最近はスティック掃除機って多いじゃないですか。はい、でも縦長のね、ものを収納するスペースって意外となくて、こういうスペースいいですよね。便利ですよね。ね、こう二重構造になってるのいいよね。手前側に使用頻度が高いもの、奥側に使用頻度が低いものを入れていただくと、奥行きが深くてもうまく収納を、ね、使っていただけるという、素晴らしいね。はい、こっちに行きますと素敵な空間が、すごい、ここお風呂になってて、はい、でここで洗濯をするんだね。わ、これ今流行りのカンタ君もうカンタ君入れたいっていう主婦の方多いですからね。あ、ここで洗濯物をすると、はい、収納ついてるよ。あ、こういうところでね、ちょっとこうタオルとか収納していただいたり、はい、まあね、リネンコみたいな感じかな。そうですね、うん、でもこちらもいいね。洗濯しました、干しました、はい、ね、そして乾いたらこちらの方で畳む、アイロンをかけると、はい、素晴らしい。で、洗濯物が仕上がったらその洗濯物を持って行ってこっち？こちらに。わ、すごい、クローゼットがあるわここに収納するという、はい、すごい、動線完璧やね。そうですね、素晴らしいね。次は階段登っていきましょう。階段登りましょう。はい、階段登っていくと、登っていく、あら、途中にはあ、なるほど、はい、踊り場というか、そうです、にこういう風な、なんてスタディーコーナーっていうのかな、はい、まあ、子供がここで勉強してもいいでしょうし、ね、お父さんがここでテレワークしてもいいでしょうし、はい、そうです。ここがだから2階になるってことですよね、はい、ここが2階ですね。2階だ、寝室になります。こっちに行くと寝室だ、はい、わー、またなんかこう癒される空間になってるわ。クイーンクローゼットになってるんだ、へえ、これもいいよね。旦那様のゾーン、はい、奥様のゾーンっていう感じで分かれててね、はい、聞いてるよ、ちゃんと奥様のところがねちょっと広めに作られてるという、あのドアとかなくても、はい、ね、ちょっとこう奥まってるから、はい、あんまりこう見えもせえへんし、そうですね、そういうのもいいですよね、はい、まだ上があるんですね、ま、はい、上に、うん、上に行く、え、これ何ここ、こういう感じでちょっと座ってみる、和室だ、へえ、やっぱでも、はい、和室のある家っていいですよね、うん、いいですね。あ、はい、もう一個上があるということで行ってみましょう。はい、ここは、うわ、なるほど、こういう空間そうなんです。屋根裏部屋、ね、はい、収納としても使っていただけますし、ちょっとこういう風な、なんかもう試写室みたいな、はい、シアタールームね、かっこいいですよね。でも使っていただけるんだ、さあ、最新の収納とインテリアいかがだったでしょうか。今回ご紹介したモデルハウスをぜひとも見てみたいという方はですね、概要欄の方にリンク先を貼っておりますので、ぜひともチェックしてみてください。以上、収納時ロジマジックでした。このチャンネルを応援してくださる企業様を募集しております。まずは資料からでもお気軽に概要欄のリンクからお問い合わせください。コジマジックの会社に片付けてほしいという方は、先着5組だけの季節限定キャンペーン、またはお得なお試しパックをご利用ください。片付け上手になりたいという方は、24時間いつでもどこでも受験可能な e ラーニング集権にチャレンジ。今すぐチャンネル登録をして概要欄をチェック。